今、加藤純一さんが配信でフィアのゲームしていて、ね、レオザフトボールに聞こうかなって言って、あマジで俺、加藤純一さん好きなんだよ。そう、切り抜きとこと、この人すげえなんか、いかつい感じで面白いというか、本質ついたこと言うな、みたいな。で、俺、この人何者なの俺、たまたま、本当、昨日だわ。昨日俺、加藤純一さんって何の人なんだろうって、俺、ずっと今まで知らなくて申し訳なかったんだけど、検索して、ゲーム配信から出てきた人なんだ、みたいな。 昨日俺加藤純一さんっていう人を調べてたの。そう。いやだからさ、今もうネットがさ、ていうか YouTube もすごい時代から、100万人とか登録者いる人でも、やっぱ自分が見る人ばっかりコメントされるから、それでも知らないとかあるんよね。俺ちょうど加藤純一さんは知らなくて、切り抜きかなんかで流れてきて、そう。でなんか、自分のハンドルネームとかすごいなんか、 ちょっと、うんじゃんみたいな名前してるえすのの、すごいセンセーショナルな人だなと思ってさ。そうで,で、いろいろ喋ったら、ああいうきついこと言う感じだけど、実際サポーターというか、ファンの人は大事にしててみたいな。なんかあの、あれしだからい、言うことはきついんだけど、すごいたくさんチャットのコメント拾ってみただから俺もそういうのちゃんとしなきゃなみたいな、時々自分の話に熱中して、コメント拾えないときあるから、見習わなきゃなとか思ってたんだよ。 いや、全然教えるわ、加藤純一さんにだったら。だったらというか、みんな、シュワブプの選手はみんな教えるけど、聞いてくれたら。いや、すげえ嬉しいですね。名前知っててくれてるの。そう、だから加藤純一さんが、当然チャンネルにも行ってて、あのー、日本代表を使ってゲーム配信してるでしょ、今、日はすげえ嬉しいですね。ありがとうございます。この場を借りて、お礼申し上げます。いや僕だったら全然いつでも、連絡ください。 いや嬉しいですね。いや、ありがとうございます。加藤さんって呼び方。いや、加藤さんになれてるで面識なくて。<laughs> き、昨日調べてた人が自分のこと喋ってくれて、すごいね、それね。めっちゃ嬉しいっすね。いや、もう56分ちょっと、ちょっと加藤さんの配信覗いてみようか、逆に。え、でもこれ、なんか嫌な感じにならないよな。うん こう,いうこういうコラボ連絡させるのも申し訳ないから俺が加藤さんの配信見てね日本対ドイツでシステム何使ってるの <laughs> 伊藤が右ウィングで今仕掛けてってあーでもこれこれ日ュア23だとこの中のクロスの動き方っていうのがね指定できないからね 今ちょうど加藤さんが伊東純也で縦に仕掛けていった後のやつでしたね。あ、そっか、90分も。あ、そっか、何回もリトライしていくみたいな感じか。どういうシステムでやってんだろうね。は日本で5バックしてる。でも、ヒュアだと5バックいいのよ。3バックで脇からこういけるから。4バックだとね、このヒュアって、この、ここの、この設定をこうするのむずいんだよね。 ウィングバックにしたいとかしなきゃいけない。だからスティーバックだと、ペナ浜3枚にして、こう5エリア取ったらこういうやり方でしやすいから、ここのコンビネーションしやすいんだよね。あ、だ五四541だからそのまんまウィングバックが上がってったらね、あなる。あ、そっか、シャドウが開く設定になってんのか。でも伊藤淳也は右シャドウで開いてるよね、これね。あ、そうだ、だから加藤さんに、 両シャドウ、左シャドウ、右シャドウが開く設定になってて、相手のサイドに対して2対1にはなるんだけど、中の切り込めるところに人がいないから、両シャドウを中に絞ってウィングバック上げる設定にした方がいいっていう。それは教えた方が多分いいと思うな。それだけで結構変わると思うな。今、ゲームだとね、ここが開いたまんまここ上がっちゃう。ここでコンビネーションしにくいから、ここが入る設定にしてこうすると、 ボール入った時にこういうワンツーとかここでこうやってこうとかここで仕掛けられたりとかするから今ねここでかぶってここが上がってないから3人の攻撃みたいになっちゃう。そうぐらいかなあとこれがまあ鬱陶しいって思われたら申し訳ないけどでも昨日見たやつだと加藤さん僕より全然あのえフ、ー、ィアうまかったんでこれやったら結構点取りやすくなると思うんだよ、ね。 あ教えてくれてる人いるね。両者の中良しってウィングバック開ける設定にした方がいい。<laughs> 俺が言ったことをちょっと教えてくれてる人よそれいいと思うな。あとは他に。それやるだけで攻めやすさがね、選択肢が増えるから結構違くなるんだよな。いや、この機会によかったら僕らの方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。ここでウィングバックがサイドフ,そうサイドフロントになっちゃうから、 そうだ、ね、止めてるうちに上がっていけたらいいんだけどで、これ、難易度何に設定してアルティメットとかかな。3バックがちょっと開きすぎる設定になってるから、3バックちょっと絞らせて、ウィングバック上がらせて、3バックがちょっとペナ幅になるぐらいすると、こうもこうも通せるから。そうこう攻めるときに、ペアだとこの形が一番いいと思う。ベターだけど。 そんなな感じかな、まあ、あんまりね、あれしてもこう、これで加藤さんの方に俺のやつが言ってるけど、これで鬱陶しいって思われたら申し訳ないから、そうそうそう、水に答えられたか分かんないけど、このぐらいで終わらせます。はい、いや、それはね、自分が昨日調べてた人が自分の名前出してくれてね、<laughs> 言っててくれたら、うざくならない程度にやりたいと思いましたね。なんで、ありがとうございました。 加藤さんも名前出してていいただいてありがとうございます頑張ってくださいフィアあ、今日そういえばちょっと時間あったか夕方ねフィファやってたんですけどねシ,リシーズン降格しましたね最後勝ち点3取れば残留で守備固めでエンドを入れたんですけどリバプール使ってて残り5分で点入れられて終わりましたね実際ディフェンスラインのビルドアップの枚数よりボランチの立ち位置の方が重要だけどそれはあんまり言われないんだよ、ね、おおきた すごい。曲がりないです後ろからね。これなあ、さっきまでフィハやってたからそういうふうに話したけど、ゲームだと入んねえんだよな、この上から押し込むやつ、なかなか。ナイスキッカーだったね。ボールの質いいからね。いつもだったらマルティン・エンディだけど、あれなんじゃないですか、マルティン・エンディじゃないから今日はキッカー変わってるんじゃないですか。ボール蹴る瞬間に相手目切るから、そこでね、背中が入って後ろで合わせるという、ボールの質も良かったし、 マイライスが入ってく場所もすごい良かったね。最初に外された時点でこのボール蹴られたら勝負ありって感じでしょうね。ミスってくれない限り。さあなー、アセナルはこっからね、最初点取ったからめっちゃ点取るかなと思ったら機能不全で変なになるっていうのあるからね。ホームだからいつもよりはいいと思うんだけどね。エアリアル持ってる選手だとそれできるんだ。えいいこと聞きましたね。ハーランドとかだと思ってるのかな、じゃあ。 シティの選手、速くないからな、ゲームでは使いにくいんだよな。速いからリバプールとか、バイルンとか、パリとか使っちゃうんですよね。いや、フィファの大会とかそういうのしたいな、確かに。フィファコーナーから入るフィファもうあんま入らないからショートコーナーで毎回やっちゃって、サイドから抜くんだけど。反発って。私、レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では、毎週水曜、金曜、19時間の練習でセレクションを開催しております。 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大歓迎です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。